ニューストピックスです。金沢ジャズストリートが10日から12日2年ぶりに開催されました。去年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中止となりましたが、今年はオンラインでのライブ配信を中心に3日間でプロとアマチュアのバンドおよそ30組が出演し、軽快な音色を届けました。今回はこの話題について社会部の土田記者に解説してもらいます。土田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は例年の街中での開催ではなくオンラインだったそうですね。はい、今年は新型コロナ対策のため椎の木迎賓館や椎の木緑地で予定していた街角ジャズライブを中止し、大会事業としてオンラインライブを金沢市の本田の森ホールから動画投稿サイト YouTube で生配信しました。はい、2日目の11日に行われたオープニングセレモニーでは金沢ジャズオーケストラジャズ21と金沢市音楽文化協会の金沢邦楽アンサンブルの計34人が出演し、米グラミー賞候補となったジャズ作曲家波佐間美穂さんがジャズ調にアレンジした春の海6段の調べを波佐間さんの指揮で奏でました。はい、最終日の12日にはジュニアジャズフェスティバルが行われ、石川や新潟、東京の児童生徒が出演し日頃の練習の成果を披露しました。この2年ぶりの開催に出演者の皆さんどんな様子でした？はい、出演者の皆さんはやはり待ちに待った開催とあって演奏できる喜びの声がほとんどでした。オープニングセレモニーに出演したジャズ21のバンドリーダー岡部真奈さんは2年ぶりの出演だけどやっぱり楽しい熱い演奏ができたと声を弾ませていました。はい、オンラインについてはお客さんの顔や反応が見えないことで演奏が少し難しかったという声もありましたが、たくさんの人に見てもらえるかもしれないというふうに期待する声も聞かれました。オンライン以外の催しもありましたよね。はい、北国新聞の赤羽ホールでは入場者数の制限や感染対策を徹底した上でコンサートが開かれました。はい、11日には金沢出身の米ブロードウェイ俳優ユスイミナミさん、12日にはジャズピアニストの山下洋介さんと、俳優でジャズシンガーの高岡早紀さんが出演するなど華やかなステージが繰り広げられました。はい、今年は例年とは違う開催方式になりましたが、コロナ禍の中で、一歩前進できた年になったそうです。まあ、来年こそは街中にジャズの音色を響かせられるといいんですけどね。そうですね。はい、解説は土田記者でした。土田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。